キャノンダンサーとは1996年2月にミッチェルから発売された 2D サイドビュー全方向スクロールのアクションゲームタイプのアーケードゲームである。日本国外でのタイトルはオースマン。大量のドット絵による流麗なキャラクター動作、高い操作性によるスピード感あふれるアクション、大敗的な近未来を舞台にした独特の世界観が特徴。戦闘集団。 敵の戦士、キリンのもとに、連邦法務長官、ジャック・レーソンから、思想テロ集団スレーバーに占拠された都市の奪還の依頼が舞い込んできた。依頼に応え都市を解放したキリンだったが、レーソン長官の裏切りに遭い、追われる立場となってしまう。連邦政府、スレーバー、そして敵までも敵に回した状況で、キリンは生き延びることができるか。 八方向レバーと三つのボタンで時気を操作する。ライフ、残機制。道中には四種類のアイテムが配置されている。赤色のパワーアップアイテムを取得することで、初期状態から一段階ずつ、計四段階パワーアップする。パワーアップ状態は、麒麟の白ズボンの色で見分けることができる。ダメージを受けるごとに一段階ずつ、パワーダウンする。初期状態を除き、 二段階目以降では攻撃力を持ったキリンの残像を一定時間残すことができ、それが本作の大きな特徴の一つとなっている。残像を適切に配置することで強力なボスキャラなどに対して安全に戦うことができるが、被弾して残像を失った場合、苦戦を強いられることになる。全6ステージ一周。国内版と海外版では地名が一部異なるほか、 海外版の方が地名が細かい。本作の発売された1996年は、1991年発売のストリートファイターにに橋を発する対戦型格闘ゲームブームの前世紀であり、アクションゲームである本作は販売面では不審に終わった。しかし近年再評価の動きがあり、天気よし、アートドットワークス、知られざる名作ゲームたち1990年代編。 といった書籍で記事が組まれたほか、ピクシーフなどのイラスト投稿コミュニティでも、定期的にファンアートの投稿が続いている。2021年現在、異色作品や続編は発売されていない。また、本作を開発したミッチェル社は2012年より休眠状態となっている。本作の企画を担当した四位孝一は2014年に、 ゲームコミュニティサイトキューブドさんのインタビューに対し、もしミッチェルがキャノンダンサーの新作のために自分を必要とするならば、協力したいと前向きな姿勢を示した。プロデューサーは、鈴木爆発、ノスタルジア1907-4位高一。4位はかつてカプコンで、ストライダー飛竜の制作に携わっており、そのため本作は、ストライダー飛竜に非常によく似た、構成のゲームに仕上がっている。 ありがとうございます。